社長、社長みたいな。社長スイートルーム、やばいね。皆さん、サワディーカー。サワディーカー、だっちゃんです。なっちゃんです。今日はね、ちょっと緊張しているたっちゃん、なっちゃんです。とってもすごいホテルにご招待をされて、レビューをさせてもらう話になっております。本日泊まるのはこちらのホテルです。じゃじゃじゃーん、シェラトングランデスクンビットラグジュアリーコレクションホテルバンコク。立地はターミナル21が近くにある BTS アソーク。出口2番5番の方に歩いて向かっていくと、ドド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 、はい、あっという間に到着。駅から直結の最高の立地です。タクシーで来る場合は玄関の目の前に横付けできて、ドアマンの方がドアを開けてくれます。ロビーからすでにとってとてもラグジュアリーです。ではチェックインに行きましょう。行きましょう。え、日本語でチェックインできるんですけど。日本語での説明だったんで、英語が下手くそな私たちでも安心できました。すごい、ね、心強い、ね、心強すぎる。25階です、うん、ちょっと洋服間違えたかなちょっと思っちゃう。こちらが私たちのラグジュアリースウィートでございます。すごい、開けるよ。はいよ。え、ね、ちょっと不まだ奥に続いてるよ。え、最初にダーンって見えない部屋って初めてじゃない。確かに。え、嘘、なんだなんだ、あ、トイレ。え、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 なになになに。待って、このソファーがあって、ウェルカムドリンクあって、こっちの部屋ね、ちょっとタイムなんだけど、こっち社長、社長みたいな。社長、あ、オッケーオッケーオッケー。スイミングプール、おお、え、ってか景色開けちゃうよ。やばいやん。え、すごい、めっちゃすごいんだけど。何あそこ、公園、アワースイミングプール。Yes. Very big な。アリー、アワースイミングプールです。下にね、プールがあるの。下だってプールある。あ、本当や。すごい景色が広いんだけど。ベッドすごい。何これ。すごい。スイートルームってやばいんだね。でかい部屋、初めての広さ。ちょっとたっちゃん、私さ、うん、気づいたことあるんだけど、うん、さっきね、私向こうにトイレ見つけたんだよ。確かに。あれ、あ、つながってるってこと。違うよね。え、なにこれ。なに、待って待って、なんならなっちゃんここで寝れんじゃん。ワンベッド。え、バスタブがある。うわ、すごっ。めっちゃ綺麗なんだけど、なんか映画に出てくる世界。いや、本当やね。ガンタイプでーす。ガンがあれば大丈夫。こちらです。はい、こちらです。あ、よかったね、お尻を守ってくれるね。いい、ここは横だし。あ、確かに。今の住んでるとことか、ここから結構タイあるあるよ。うんうん。ね、見て。でっか。待って、私たちがなんか永遠に続いてるんだけど。ボディローションまであるじゃん。歯磨き、顔剃り、ハンドソープ、アイスウォッシュじゃない、これコットンとかか。アメニティたくさん。すごいね、シャワールーム。あ、そうか、別にシャワールームあんの、ね、シャワールームに珍しいシャンプー、コンディショナー、別スタイル。おー、珍しい。ボディーソープ。あっちに私さ、トイレ、あれ気のせい、あれ何でやったの。戻ります。あったよね、気のせいじゃないよ。ほら、え、あ、トイレがどこにあるんだ。すごいね、ツートイレ、ツートイレ。ツ
かにね、これ家族とかでも泊まれるんやろうね。違うよ、スイートはこれを2人で使うからいいんだよ。そういうね、せこいシステムじゃない。違う、ここを1人で使うっていう良さがあるわけ。え、待って、なんか見、また見つけちゃったんだけど。いや、わーい、めっちゃいいね。やば、すごいね。もうだから、もう外に行かなくたっていいよ。コーヒーもしかも部屋に頼める言ってたもん。そうよ、別、こことは別にコーヒー、紅茶、オレンジジュースが24時間いつでもお部屋に何度でも持ってきますってすごくね。果物もあるわ、ナイフも置いてあって、こういうとこタイだよね。あ、すごい、で器が重すぎて死にそうですちょっとびっくりしちゃった。いや、言い過ぎやろ。どうどうどう、せえ、嘘嘘嘘、そんな思うやろ、でもびっくりしてる。思う思う。じゃあ ではちょっとウェルカムドリンクを飲みましょう。 This is a DIY Tom Yum. It's a mocktail. Tom Yum me the Tom Yum. Yeah, the soup. The Tom Yum soup. Tom Yum soup のドリンクだって。すごっ、どんな味するんやろ。ねえ、でもライムジュースだから。確かにね。確かに。で、中にチリが入ってんだけど。何これ、チリの唐辛子。いやー、パーフェクトコンビネーションらしい。かわいいよね。すごいね。あ、ライムジュースいい香り、うん、赤いのはこれイチゴじゃないですよ唐辛子。乾杯。美味しい。でもちょっとピリッと辛い。後味だね。ホテルの中を今案内してくれてます、はい、まずは3階にあるスパとフィットネスクラブ。入ったらすぐにスパの受付があります。スパのお部屋はこの階段の先です。右が女性更衣室で左が男性更衣室。ブクブクのジャグジーやサウナにも入れるそうです。フィットネスクラブにはたくさんの器具が揃っています。こちらのお部屋ではヨガやダンスなどを無料でレッスンしてくれるみたいです。では次はプールに行きます。大都会のバンコクで南国リゾート感を味わうことができますよ。お部屋についているラグジュアリー特典からをひたすらに使いまくっております、うん、なんとラグジュアリーの方の特典で、まず2時から3時に今度スイーツが1人ずつついてくるっていうのと、このドリンクは1日中ずっと9時から11時ぐらいまで、うん、何回でもこうやってスムージー飲みていいんだって。これは2個だ選べなくてコーヒーとけど、それもラグジュアリー特典なんで、すいません使わせていただきました。乾杯。乾杯。じゃじゃーん。うわー、うん、これも飲み放題です。すごい、すごくない。ハッピーアワーの時間があって、6時から20時はこれもついて、おつまみと、これは何回だって、あのパークリーのも赤もレッドってウイスキーもノンアルカクテルとか、もう普通にカクテルいっぱい全部飲み放題フリーと、ずっとここにいたいんだけど、昼間はカフェして、あの6時になったらさ、次この朝とか、もうずっとここにいてさ、編集とかしてたいよ。確かに。あと、ごめんなさい、こちらで8時からは生ジャズバンド、生演奏があるらしい。私たちの部屋最強なのよ。え、めっちゃ素敵なんだけど。え、やばー。うわー、素敵。よーし、それではドレスアップしてレストランに飛ぶよ。よし、せーの。よいしょ。じゃん、おめかしして今からディナーに行きます。予想外だったわ。そう、あの
SNS で見てた、うん、あのテーブルにマッピングとさコース料理来るあれらしいよ。やばいやばい、すごいですよ。テーブルクロスもマッピングだよ、ほら。すごい、ここにお皿が来る。ここないんだよ、マッピングだよこれ。本当だね、楽しい。持ってきてくれた、お皿の上に。かわいい、めっちゃかわいい。やばいね。え、サラダだ、サラダ作ってくれてるのかな。かわいすぎるんだけど。めっちゃワクワクした。どう？マジ？トマトも甘くて、うん、めっちゃ美味しいんだけど。シェフありがとう。写真もビデオも追いつきません。これ私たち好みだね、すごい。やばいね。私とタッチはめっちゃ好きなやつ。うまい、つぶつぶも入ってね、すごいあの笑顔でグンナイって言ってくれた。一個一個の質が、うんうん、もう1か2か3ランクぐらい上って感じがするね。このさバスローブの質半端なくない？やばい、なんか今まで着たバスローブで一番、なんかバスローブ界で一番いいんだ。シャンプーとリンスとか負けたからね、新しい。びっくりしたよ。確かにね、新品とかもね。いや、ご飯もめっちゃ美味しかったよ。すごいね、もう。てかさ、もう忘れられないよ。寝る準備できました。できました。ではまた明日、朝食が超楽しみ。やばいね、うん、いっぱい食べよう。いや、ほんと朝からさ、私もこんな食べることないよ、いつもだったら。うまーん、ガラメルめっちゃ美味しいんだけど。あ、そう。めっちゃチーズ入ってて、めっちゃうまい。やば、最高や。完食、やばいです。これも、ラグジュアリー特典です。という間の夢のような一泊二日でしたね、うん、最後にもう一つおすすめしたいのが、シェラトングランデスクンビット内にあるバース。
店内はおしゃれかつカジュアルな雰囲気もあって入りやすい感じでした。私はテラス席が好きだったかな。うん、タイの日常とマッチしててタイの旅行中にもいいと思いました。ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた来週です。バイバイ。